1月7日は紅白グルメ合戦。夜7時からは全国ご飯のごちそう。ご飯とよく合う。新潟の海の幸、山の幸に山下真司もトライ。はい、やったー。相当うまいよこれ。日本一の米どころ新潟は知られざるごちそうの宝庫だった。泣くよ俺。ねえ、本当に。8時からは辛うまい飯。辛味調味料とかで何でも辛くしちゃいますね。辛いものとハイボールの組み合わせに出来上がりしてしまって、そこからいろいろ開拓するようになりました。辛い料理作ったりするぐらい好きです。麺が辛いものが絡まってるのがすごい好きで、なので今回はラーメンが食べたいなって思いました。紅白グルメ合戦1月7日放送。うーん、今日は満足じゃ。